結論から言うと4時間の人と8時間の人だと当然なんですけど8時間睡眠の方が身長の伸びはいいと思います。論文ベースで私の方で紹介させていただいているデータを見ると牛乳で身長は伸びるというふうに言えると思います。なので、まあ、現時点で言えることとしては、牛乳は乳糖不耐症がなければ、身長は伸ばす作用がある。僕の経験上ですけども、ご覧いただいた中で、もうそろそろ身長止まりそうだなっていう子で、ヒゲがボーボーだった子は、あまりいなかったから、ただ、ヒゲの評価っていうのも、陰毛の時と同じで、評価が難しいのは、いわゆる、産毛みたいなのをヒゲと評価するか、もっとね、濃くなったものをヒゲとするか、そこのね、ニュアンスもかなり難しいので、まあやっぱりレントゲンだったりだとか、採血だったりとか、そういったところで評価する方が、もしくはですね、あとは、経時変化ですね、身長伸びの経時変化、まあ経年変化を見て、どれくらい伸びるかというのを判断する方が賢明だと思います。どんなものを食べたら身長を伸ばすのに役立つのか、もしくはですね、まあ、運動することによって成長ホルモンがアップするとか、あとどういうふうに睡眠をとればいいのかってですね、まあ、順番に挙げてますので、やっぱりそういうのを一個一個こなしていくしかないと思います。まあ、現時点だったらやっぱ肉、魚、卵、特にですけど肉と卵がいわゆる、ね、身長を伸ばすのに有効だというデータがあるので、まあ、それをですね、まあ、忠実に守るということが大事なんじゃないでしょうか。まあ、男性だったら17歳、女性だったら16歳ぐらい、まあ、一応ですね、そういったような、まあ、骨年齢17歳をもって完全閉鎖みたいな表現をしたりするので、まあ、もうちょっとですね、まあ、18歳とか人によって19歳ぐらいで閉じるようなパターンも十分考えられると思います。例えばですけど、まあ、うちのクリニックとかであれば自費診療という形でそういったので、ね、ご利用いただければ一緒に解説もさせていただくことができます。まずですね、結論から言うと、何も食べさせないっていう選択肢はない。やっぱ何か食べさせてあげた方がいいと思います。運動した後にタンパク質を摂取するのは明らかに吸収率上がるはずですので、まず摂取、ね、していただいていいと思います。でその中では、プロテインするのか、食事するのかは、ケースバイケースかなってところと、まあ、疲労感だったりだとか、まあ、積極的に食事、もしくはプロテイン、まあ、どちらでもいいと思うんですけど、食事で取るとすれば、タンパク質の多いようなものを取っていただく方が、身長にとってはいいと思います。個人差当然なんですけどあります。身長がですねずっと伸びるタイプの方もいらっしゃれば途中で止まってしまう方もいらっしゃる。当然ですけど特に止まってしまうような方の場合は男性がですねその時点で止まって閉じてしまっているようなことが可能性が考えられますので、やっぱりですね個人差はあります。骨端線を閉じるのを遅らせる方法は一応そういったような治療はですね選択されることはあります。まあ、いわゆるですね思春期早発症というの病名がついたりするとそういったですね、まあ、保険適用で治療されたりということはね、まあ、考えられます。ただし一方でまあこじ開ける方法ですね、まあ、これはないですね、残念なんですけど、決定的に言えることとしては全く今の時点だと推奨されない、まだまだエビデンス不足っていうような感じですね。身長を具体的に下げるような効果があるかって言われると、まあ、おそらくはそこまではないのではないかというふうに推定されます。現実的にはあまり関係ないでしょうというふうに、ねまあ、考えて経過を見ていくしかないのかなというふうに思います。でこれに関して言うとこれもそんなに大きな影響はないと思います。ただし一方で、まあ、いわゆる日常生活なんですね、まあ、リュックを背負うだとかバッグを持つだとか買い物袋を持つだとかそういったようなレベルで身長に影響を与えるかというと、まあ、それはあまり関係ないのではないかというふうに考えられたりもします。世間的によく成長期っていうのはそういわゆる第二次成長期を指して成長期と呼んだりもするので、それのことを指すのかなというふうに思います。第二次成長期つまり思春期が来ると成長期っていうの表現になりますので、女性であれば少しお胸の膨らんでくるような時期で、男性であればですね陰毛の生えてくるような時期をですね思春期症状というふうにして捉えることがありますので、思春期症状が出てきたら成長期というふうに考えていただいても間違いではございません。参考になりますでしょうかね。
結論で言うと遺伝します。お子様とかで、まあ、兄弟とかでね、一緒に受診される方もいらっしゃるんですけど、そうするとですね、もうお兄ちゃんの成長曲線をこうねビーとなぞるようにして、弟さんもね全く同じような成長曲線をたどったりすることもありますので、そういったですね、まあ、成熟の仕方っていうのは非常にですね遺伝性が強いなという印象になってきますので、親のですね成長曲線というかですね、晩熟度合いみたいなのもですね、遺伝します。枕を使うとね、横になった時にこうなるわけだよね。だからそれが良くないんじゃないか、壁に沿うような感じですね、ピーンってやった方が常にですね身長が伸びた状態でいいんじゃないかっていうことがね書いてあるんだよね。これに関して言うと、そういったような考え方も確かにあるのかなというような気はする。ただし睡眠っていうのはですね、もう本当に多くの研究がなされている、もしかしたら皆さんもいろんな体験の中から枕を使った方が睡眠の質はですね、どう考えても上がるから、枕がね普及している。しかもその枕って日本だけじゃなくて世界中で普及しているっていうことを考えれば、枕の有効性っていうのはあるんじゃないかというふうに考えても問題ないと思います。これはね、すごく簡単な方法があって、単純にその人の顔をですね、こう横向けて、上向くと高いタイプと下向くと高いタイプの人は必ずいるはずなんだよね、頭の形によって。だから上向いた時と普通にした時と軽く顎を引いた時で、この3パターンでまず身長を測ってみるといいと思います。人によって違うので、どれが身長が高く出るかはぜひ、ね、測っていただいて、この角度を覚えていただいて、その通り測っていただくってところですね。僕自身はね、身長測る時にこう深呼吸するとなんかさ、胸郭がぐーっと広がるから、そうすると背骨もさ、こう風船がこう膨張すると広がるのと同じで、これで息吸うとこうやって広がるから、少しちょっと身長高くなるんじゃないかなとか、めっちゃ深呼吸して身長測るっていうのももしかしたらいいかもしれないから、ぜひ、ね、やってみていただいて、深呼吸と顎の向きね、それをやってみるといいと思います。結論から言うと、肩の骨端線が、ね、開いていれば、それはまだ身長は伸びますよってことで、肩の場合ですね、グレーディングがあって1,2,3,4,5ってあったら、グレード3ぐらいだと身長が、ね、非常に伸びている時期っていうような表現になってきます。おそらくですけども、まあ、それからね推定されるとしては、膝だったりとかね、足の骨端線もある程度は開いているということが推定されます。参考になりますかね。これに関して言うと、あんまり関係ないと思う。昼寝をしやすくなったかって身長が伸びる傾向があって、そういうことはないかなと思う。左右差があるとか骨盤のズレがあるってことが身長の伸びに影響するかっていうと、あまり影響はしないと思います。まあ、基本的には関係ないかなと思います。まずはね、大事なポイントとしては、スポーツをやっている人とやってない人と、明らかにスポーツをやっている人の方が身長が伸びる全身運動、有酸素運動とか進めています。ぜひですね、皆さんね、いろんなスポーツやっていただいて、うまくね成長ホルモン分泌させてください。あとね、睡眠と食事もねしっかりととっていただいて、より一層身長伸ばすのに役立てていただければと思います。結論から言うと、わからないっていう表現が正しいかな。具体的に言うとですね、採血はですね、まあ、どこの病院でも大体できます。正直言って、ただ栄養状態見たいからって言って採血をしてくれるかっていうと、いわゆる保険診療の範疇だとはしてくれないと思います。保険診療はあくまで病気をね治すためのものですので、病的に栄養が足りないのであれば別ですけども、身長伸ばす目的プラスアルファで伸ばしたいっていう意味で採血をして栄養状態見てくれることはないと思いますので、比例ってね、確実に2倍だったら2倍、3倍だったら3倍っていうのは比例って言うんだけど、それはないと思うね。ただし、相関関係はある程度あると思う。相関関係っていうのは、ある程度比例関係はあると思うというような表現になってきます。大人と子供で、どっちの方が手が大きいですかって質問したらね、当然なんですけど、大人の方が手が大きいです。同じように質問します。大人と子供どちらの方が身長が高いですか？そうすると、まあ、大人の方が、ね、身長当然高いってことがわかりますので、そういったことからですね、手や足の大きさが身長とある程度相関があることは、まあ、ほぼ間違いない。ないと思います。次ですね、ここ3つねまとめて質問に答えちゃおうかな。親が身長が高いのに子供の身長が低い場合ね、まず1人目の T さんの質問、親が高身長に遺伝しなかった場合どのようなことが考えられるのか、また遺伝が身長の 7-8割を占めると聞いたことがあるのか、この場合上の例に当てはまらないと思うんですが、どのような影響が考えられるのか。次 J さん、親の身長が遺伝しなかった兄弟の差が出てしまう原因。そして最後はね、親父が195なのに今まで168なんだよってことで、ここね、ご両親が身長が高い
高いのにお子様ですね、身長が低いパターンについて、まあ、説明させてください。これはですね、逆のこともしかりです。お父さんお母さんの身長低いのに子供がですね、身長が高いパターンもあります。すごく大きな母集団の中で考えた時には身長の遺伝率はほぼ 100% です。日本人の平均身長は今年も来年も再来年もほとんど同じなんですね。確実に遺伝してるからなんですね。だから大きな母集団の中でほぼ 100% 遺伝します。その中で個人個人を見るとかなり差があって、ご両親が高いのに低いパターン、ご両親が低いのに高いパターンというのが存在します。それどういった原因でね、そういったのがなるかっていうのはものすごく難しくて、正直言うとわからない。一方で、まあ、いくつか考えられる点としては、何かですね、そういった身長を伸ばす要因ってたくさんあるわけですね。何かいろんな要因 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ってあったら、そのうちのある要因1個だけが何か欠乏しているっていうような可能性はあると思います。愛さんね、俺に力を与えてくださいってことで、この画面からね、力を送りたいと思います。身長ビヨーン、はい、いかがでしょうか。ぜひ伸ばしてください。16歳0ヶ月から最終身長まではですね、だいたい2センチ程度伸びるというふうに言われています。で、16歳0ヶ月の時点で手のレントゲンで見た時にほとんどですね、骨端線が閉じているような状況になりますので、閉じかけっていうような表現であれば2から3センチぐらい身長伸びるというふうに見込めるのではないでしょうか。これね、すごいね、実は大きい勘違いしてます。軟骨っていうのは触れませんね。外からは軟骨触ることできませんので、軟骨自体が触れないっていうような結論になります。結論から言うと、ある程度は身長と関係します。少なくとも子供の場合だと開いていて、大人になってくるとこう閉じる場所になるので、ある種の骨端性の一種というふうに考えられます。つまりやっぱそこが空いてるうちはですね、身長伸びるっていうような表現もできると思います。あとですね、まあ、骨の出っ張りがあるからまだ身長伸びるというわけではない。痛みがなくなってもずっと出っ張りだけ残ってる方もいらっしゃるので、そこら辺はですね、ちょっと勘違いしないようにっていう形かなと思います。やはりレントゲン取って隙間があればある程度身長伸びるですね、サインというふうに捉えることはできるかなと思います。これをまあ無理やり説明すると、単純に自転車だろうが何だろうが運動をするというような作用があるので、そういった意味だと効果あるのかなというふうに思いますし、全身運動であるし、軟骨同士がね、こう痛めるような動作でもないですから、そういった意味で自転車工具と身長伸びるというような表現を使ったのではないかなというふうに推定されます。これはあまり関係ないかなと思う。ただ明確なね、ちょっとデータがないので、明確なね、お話ができないのは申し訳ないんだけども、成人でもですね、1日あたりですね、2センチ程度のね、身長差あるというふうに言われています。成長ホルモン投与によって人生が、ね、非常に明るくなることが推定されるのであれば、副作用とかですね、費用とかいろんな面を考慮して人生の選択を行うというのは、一つの、ね、選択肢には上がってくるのではないかというふうに思いますね。サプリメントに対しての理解をね、もう少し深めていただきたいなと思うんですけど、サプリメントは基本的には足りないものを補充するっていうような概念になってきます。つまり半熟であろうが早熟であろうが、足りないものがその子にあってある程度補充してあげる方がより一層いいのではないかというふうに私は思います。一方でサプリメントによって劇的に成長が改善するかっていうと、そういったことでもなくて、学会からのサプリメントに対する過剰な期待やめてくださいみたいなね、明言もされているほど注意が必要にもなってきます。明確にですね、手足が長く細いから将来身長が高くなるとか、そういったことをお伝えするのは難しいと思います。ただし、そういったようなイメージはなんとなくありますよね。身長が高い人でなんかスラーっとしてるような印象があると思うので、そういったのが研究として発表されただけで、そういったようなもしかしたら傾向はあるのかもしれません。まあ少なくともですね、お父様お母様も同じような体型でいらっしゃるのであれば、半熟っていうような傾向はあるというふうに考えることもできるかもしれません。ヘッドホンをつけて身長の位が悪くなるってことはないですので、安心してヘッドホンをつけてください。もともと永続的に姿勢が悪い人は姿勢を直すと永続的に身長が高くなる。一時的に姿勢が悪い人を姿勢を直した時に姿勢が良くなって身長が伸びれば、それは一時的に姿勢が良くなるっていうような表現になってくるね。永続的に姿勢が悪いタイプの方であれば、姿勢をですね、矯正することによって身長伸びるというふうに考えます。
えばですけど、何もしなければ160センチの子に対して医療介入を行って170センチになったとします。そうするとその子供は160センチの遺伝として計算されるのか170センチの遺伝として計算されるのかっていう、ね、疑問が出てくると思うんだけど、結論から言うとどっちかというと170センチ寄りの遺伝が遺伝されていくというふうに推定されます。単純だけどこの50年間、日本に限らず世界の平均身長伸びたわけですけども、それらはこういった睡眠だったりとか栄養だったりだとかそういったようなのが改善されて、それで身長が伸びた、さらにその子供がさらに改善されて伸びたっていうのを繰り返してやっていくので、努力によって得られた身長っていうのは遺伝するというふうに考えられます。悪くはないんじゃないかなと思うんだけど、それでぐんぐん伸びるかなとか、あとどういった理論をね当てはめたらいいかなと思うんだけど、なかなか難しいですね。これに関して言うと正直言うと答えはないよね。うちどちらでもそんなに変わらないと思う。まあそれも生活のサイクルがきれいに行われるってことが大事かなと思います。例えばだけど骨を強くする系だったらミネラルとかビタミン D は一切摂取しないかっていうと多分みんな摂取するよね。だから必要のない栄養素っていうのはまずないと思う。ミネラルだってビタミン D だって仮にだけど身長伸ばす作用がなくても体にとって重要な栄養素であればいろんな側面を見てね摂取していただくのがいいと思う。まずミネラルの中には亜鉛も含まれますのでミネラルは摂取した方がいいと思う。あとはビタミン D に関して言うと石灰沈着を促すような役割があるから身長伸ばすのにぐんぐん働くかというとちょっとクエスチョンマークが確かに残るかもしれないけども、ビタミン D も私は摂取した方がいいんじゃないかなというふうには思う。これはですね、まあ、ある意味正しい部分もあると思います。例えばちょっと極端ですけども、運動しすぎてエネルギーが補給されてないような状況だと、当然身長伸びるのは阻害されます。誇張した表現になるけどね、栄養失調みたいなね、そういった表現になってくると当然身長の伸びはね、悪くなってしまうので、スポーツされてかなりエネルギーをね、放出する、まあ、体の中が出ていくのであれば、それもやっぱり入れてあげる必要があると思います。それを管理する上においては、採血データ少し見たりだとか、一番わかりやすい体重管理かなと思います。極端に痩せすぎてないっていうところ、そういったところにしっかり管理していくことが日頃のデータとしては大事になってくるのではないでしょうか。少なくともね、痩せすぎないようにだけご注意ください。シーバーに関して言うと、これですね、まあ、足のかかとの部分の骨端線の病気というかですね、小さな子供が痛みが出る場所なんですけども、これもですね、オスグッドと答え同じで、関係ないということはないと思います。ただし、心配する必要はないかなというような感じです。硬い顎ひげが生えてきたら成長終わったって表現ね、まあ、結構厳しい表現かなと思うんだけども、かなり終盤であることは間違いありません。で、やはり硬い顎ひげが生えてるっていうのはかなり成長で言うと終盤っていうような表現になってくると思います。ただし、それで判断あくまでもするのではなくて、本来であれば手の骨端線だったりだとか、骨細胞の反映だったりとかですね、そういったところを元にですね、成長が終わったというような表現をね、する方がより正確だと思います。これ絶対ダメです。ブブーってことで。タバコだけはね、絶対やめてくださいよ。精神病の薬を飲むことによって身長低くなるっていうのはデータは多分ないと思う。最終的には身長で予測するって意味だと、産毛が少しでも生えてきたらチェックポイントに入ってくるかなと思います。